fighters ready. Engage. はい、気づいたらマイクいなくなったんで、また旦那戻ってまいりました。しばらく旦那と平常でお送りします。マリオさんはペリーからお金を借りて復活しました、はい、社会人お金借りるの家に忘れてきちゃうかな。さあ、CM さんは Q が戻りましたな、はい、終わった第 CM。まあ、さっきね、消防官さんがね、ちょっとおわっぱ言うの見たいみたいな。おー、リクエストが。ちょっと、リアシスさんが見たいって俺のツイッターとか言ったんだけど、はあはあ、帰っちゃった後だったんだよね。残念。残念だけど、そこから DM 対応終わったということで、参りたいと思います。まあ、ちょこちょこね、ちょっと変わったりするだろうけども。おそらく歩いてるね。珍しくね、リアシーズのメンバーだから、ユンが4人も出てたんだよ。珍しい。ね、確かに。5人だね、あの、あれも、4人も見ながら、これもすごい、深く入らず。単純に届いてなかったっぽいね。そうじゃん。もしかしたら入ったかもしれないよ。温存死体が食らうと死ぬっていう決めれるところ来たら決めるみたいな感じだね。そんなもん。お母さんはね、安易な削りはあんまりしないし、あ、でもさっきテツさん返されてた。テツさんを、うち来たところに合わされたっていうのがあったのね。あれもう目の前で動いたら、ま、回してたら押すっていう感じだよね。こっからいなくなったっていう。この状態やっぱプレッシャーだよね。Q のゲージ1本持った状態でって、ね、ゲージ発動したとは言ってたけど、やっと前に飛んでくる。投げる。ティムさん大胆に前捨てでなんかねくぐろうとしてるのかわからんけど、ダッシュでさっきもくぐったりしてるから、うん、まあ、昨日のね裏剣さんの、ね、逆転のあれしたり、ね、あれいうのを狙ってんだろうね。さっきまあ動画には残ってるけど、おしゃい、ちょっと予定外かな。あ、これは、ああ珍しい。これで死なないから大丈夫。ただこう壊しかなんか打って。そうだね。引っかかれば勝ちだったからね。ただこれは貯められるとさすがにきついね。ああ読まれてたね。そう壊しは壊し。